父を殺した陣中力は八尾を抜き取られ封印した時に死んだ先代の陣中力だ。そしてその後すぐに B さんが八尾の陣中力として選ばれた。また多くの犠牲者が出る、そう思っていた。そしてだんだん八尾への憎しみが増し、子供ながらにどうにかして復讐してやりたいと思うようになっていた。B さんはいつも笑っていた。その後も俺はずっと B さんの後をつけるように監視し続けていた。 B さんは何度も里の者たちから疎まれ嫌われてきた。 B さんは里の者たちにずっと煙たがられ嫌がられてきた。だが B さんは落ち込むことも愚痴を言うこともなかった。ただひたすらに明るく、いつも周りを和ませていた。何より政治のために勝手に陣中力にされ、里を守るために存在しているにもかかわらず里の者たちから阻害され続ける。どっか行け、総理なんだよ。常人では耐え難い生き様だ。王様はじめは再度登場いたした人は再度アウト。いかしょうりゃ。Bさん気づいてたんだろう、俺はあんたを。俺が覚えてるのは、俺と元い、俺と元い、元いと言った俺、元いた時間、二人で一緒に修行、失敗しても楽勝、お爆笑、笑い合って友情、お時間、元いと言った俺、元いた時間。